こんにちは、萩です。今回はですね、 MGC のレースの振り返り、そして代表者3人目の行方の話、さらにはレース当日のあの雨の影響ってぶっちゃけどうだったのかという環境の話もちょっとしていきたいというふうに思うんですが、実は MGC が開催された日、ほぼ同じ時間、ほぼ同じ場所で僕は東京レガシーハーフマラソンという大会に出場していました。で、MGC のスタートが朝8時だったんですけども、その後9時50分スタートのハーフマラソンの大会で、それもスタートとゴールが国立競技場という MGC とほぼ同じ環境の大会に僕は出場していたんですよ。なので MGC をライブでテレビで見ることができていないんです。で、当日もレガシーハーフマラソン出場して、まあその後仲間と打ち上げして、まあ夜家に帰ってきて急いでね、ハイライト動画を見たんですけども、これはね、ライブでテレビで見ていたら最高に楽しかっただろうなっていうぐらい素晴らしい大会でした。もう最初から最後までほんとずーっと楽しみよね。まあレース展開だったんじゃないかなと思います。まあ悪天候に強いと言われている川内選手がもう飛び出て、それもかなり早くですね、こう飛び出ましたけども、後続のランナーも、こう射程圏内で集団で走れたっていうのがね、まあ見てて楽しかったですよね。で、30キロ以降もなかなか差が詰まらずに、まあいよいよやばいよっていうことで、大迫選手が追っかけて、ただ川内選手が追いつかれても、川内選手がそっからの粘り、ワンチャンあるんじゃないかっていうことを思わせてくれるぐらい粘りましたよね。いやー、これテレビでライブで見てたらね、まあ最高に盛り上がっただろうなってことをね、まあ夜中ね、僕は一人でずっと見ていたんですけども、ただ、これね、テレビでライブで見れなかったんですが、レースのラスト選手たちとすれ違いで僕は見れたんですよ。まあトップ選手、男子のトップ選手が40キロ地点ぐらいかな。なんで僕がスタートして2キロ地点ぐらいのところで、こう MGC の先頭ランナーとこうずっとスライドができたんです。ただ、こう雨がめちゃくちゃ降ってて、本当に視界が悪かったので、あーっていう感じで、誰が先頭を走ってたのか本当わかんないぐらいだったんです。で、僕も周りと走ってたんですけども、もうみんなも結構気になってて、先頭誰だったみたいな、僕たちハーフマラソン中ですよ。先頭誰、3番以内どう、大阪何位みたいな感じでこう話したんですけども、誰もよくわかってない状況。本当に視界悪くて、僕たちも帽子かぶってて、選手たちも帽子をかぶると、本当誰かね、まあよくわかんないぐらいで、お互いこう走ってるから、かなりのハイペースですれ違うんですよね。なので、もうぶっちゃけ順位も何もわからない状態で、まあハーフマラソン走ってたんです。で、終わったのね、まあ、すぐ結果を見てね、思ったんですけども。で、まず最初にちょっと話していきたいのは、雨の環境の話をちょっとしていきたいんです。で、テレビで見ている方からすると、相当タフなレースだったと。で、まあ、悪天候に強い川内選手があんないい成績を収めたのは、雨の影響もあるんじゃないかということのね、意見も結構出ていたんですけども、まあ、その雨の話をしていきたいんですが、僕たちはね、9時50分スタートで、まあ、MGC8 時だったんですけども、雨の降り方とか風の降り方はほぼ同じような感じだったんじゃないかなと思います。で、気温が15度ぐらいで、僕もスタート前、まあ、15分から20分ぐらい、こう、雨に打たれながらスタート地に立っていたんですが、カッパを着ている時はさほど寒さを感じなかったんですけども、カッパを脱いだ瞬間、10分前ぐらいに僕はカッパを脱いだんですけども、雨が直接体に当たった瞬間、むちゃくちゃ寒さを感じました。もうほんと10分間僕スタート地点で立ってたんですけども、本当に体が冷え切っちゃうぐらい相当寒かったです。で、この状態で俺ハーフ走るの大丈夫かなっていう感じで走っていたんですけども、正直言うと走り始めてしまうと、そこまで寒さを感じなかったなっていうのが僕の感じです。だいたいスタート前にあんだけ体が冷えちゃうと、ハーフマラソンぐらいだと体が温まることなく、走ってる最中も寒くて凍えて、まあ、パフォーマンスを発揮できなかった、ゴールした後も凍えてしまうっていうような感じかなって予想していたんですが、スタート前は相当寒かったんですが、もうレース中5キロぐらいからしてみたら寒さはそんなにね、まあ、感じなかったです。で、理由としては、まあ、気温が15度ぐらいまであった。で、冬場の2月とか3月の雨の時とは、やっぱちょっとね、わけが違うなと思いました。まあ、気温が10度とかの雨だと、もう極寒なので、レース中も体が温まることなく、最後までこう冷え切って終わってしまうパターンがあると思うんですが、今回は15度ぐらいあったせいか、走ってる最中はね、そんなに凍える感じはなかったです。で、終わった後も、あ、ちょっと寒いなぐらいはありましたけども、もう凍えてブルブルってなるような感じじゃなかったし、まあ、終わった後仲間と話してましたけども、ちょっと寒かったねぐらいだけど、でね、話してて、回った後もこうやってね、ブルブルしてる方はそんなにいなかった印象です。なので、MGC を走った方々も、まあ、スタート前は相当寒かった可能性がありますけども、まあ、レース中体が冷え切って、
どうこうっていうのもね、まあなかったんじゃないかなと思います。まあそれもね、まあ鈴木健吾選手はこう棄権してしまいましたけども、まあ寒さで棄権したっていうよりかは、もともとね、股関節がちょっと痛めてたっていうことで、まあ無理せず棄権をしたということなので、まあ環境が悪すぎて、まあ棄権者が出たっていうこともないので、まあ全体的な環境としては、まあ見た目はタフでしたけども、寒さって部分は、まあそんなにね、影響なかったんじゃないかなと思います。ただ、一番気になったのは、やっぱ足元ですね。これは相当気に入りました。本当に水たまりだらけなんですよ。で、僕は、靴が水に濡れるのがすごい嫌で、まあ、好きな人はあんまりないと思うんですけども、相当靴重くなるじゃないですか。で、靴下が濡れた状態で靴を履くと、もう本当に重くなるし、ベチャベチャしてし、まあ、踏み込む力が弱くなる。足がこう、ふやけてしまって、しっかり踏み込めない感じがするんです。なので、できるだけ水たまりを避けようというふうに思って走っていたので、かなり僕はね、蛇行して走るような感じをしていました。まあ、それでも、水たまりはもう途中避けきなくなってしまうので、もうべちゃって諦めましたけども、それが一番大きい要素でしたね。なので、雨にね、濡れた靴が苦手なランナーとかは相当不利だったんじゃないかなと思います。で、今回 MGC に出場した方も雨が得意不得意ってあると思いますけども、まあ寒さっていうよりかはその足元の環境とかですね、まあ靴が濡れた状態ってやっぱ濡れてない時と、まあ路面の踏み込み方って全然違うし、まあ路面が相当滑るんですよ。で、やっぱシューズによってはソールが結構滑るものってあるじゃないですか。で、僕の感じで言うと、ナイキのシューズって雨にやっぱ弱いっていうか滑るような感じがします、僕の感じで言うと。で、逆にアディダスとかアシックスっていうのは結構グリップが強いような感じがあるので、そこの感じもね、相当僕は変わってきたんじゃないかなと思います。マンホールとかこう白いね、電線みたいなところあるじゃないですか。あそこの上に乗っかってしまうと相当滑ったので、まあそこもね、部分ね、かなり影響したんじゃないかなと思うので、まあ今回は、まあ一発勝負、なんでこの日が雨なんだって感じでしたけども、まあそこの部分がレースをね、まあ大きく左右したんじゃないかなと思います。まあ有力候補と言われている選手が、思いのか結果が出なかったのは、この雨の影響はね、少なからず影響してるんじゃないかなというふうに思います。これがね、実際のレース当日の環境なので、まあまとめると、まあそこまで寒さは感じなかったっていうところですね。凍えて動かなくて足が固まっちゃうってどうこうっていうよりかは、まあ靴が重くなって走りにくいのと、まあシューズメーカーによってはちょっと滑って踏み込み、ラストスパートも含めて踏み込めなかったっていうところがね、あるんじゃないかなと思います。で、MGC もレガシーハーフマラソンも、最後結構急な下り坂がぐーってとこあるんです。まあ、そこ結構スピード出るんですけども、路面が滑ると、なかなかスピードがね、まあ、出なかったりと、ラストスパートのキレが出なかった選手は、やっぱね、そこの滑った影響がね、まあ、出たんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中ですね、まあ、MGC の結果をね、ちょっと振り返っていきたいなというふうに思うんですが、まあ、男子においては若干のサプライズかなと思います。まあ、優勝で小山選手、まあ、力がある選手ですけれども、まあ、1、2、3番に入るっていう予想をしていた方は結構少ないんじゃないかなと思います。そして赤崎選手ですね。まあ、レース前に瀬古選手が、まあ、相当いいと、ことを言っていたそうなんですけれども、まあ、一般的な予想として、まあ、上位の方には入ってこなかったし、僕も想像していなかったです。で、3位に大迫傑選手、まあ、4位ね。川内選手があったということなんですけども、まあ、スタートしてすぐに川内選手が、まあ、飛び出て、まあ、この川内選手が4位に入った。これはね、ほんと素晴らしいです。まあ、いろんなメディアもね、ほんと叩いてました。川内選手、あっぱれっていうこともありましたし、まあ、MGC を大きく盛り上がった、もう貢献者でもあるわけですよ。で、あのままね、ずるずるとこう、行ってしまったら、ここまで称賛はされませんでしたけども、まあ、4位に入って、もうあと一歩のところで3位まで入れたっていうところの粘りですね。まあ、これはね、ほんと評価してもいいっていうぐらい素晴らしいね、走りでした。で、それも、スタートしてすぐ、まあ、かなり速いペースですよ。まあ、3分ぐらいで、まあ、スローペースの中のハイペースではなく、もう自己ベストよりも圧倒的に速いペースで最初走ってるわけですよ。2分50秒ぐらいで川内選手が入ってるんですね。まあ、このままずっと行って途中ね、ペースは落ちましたけども、なんかね、一発狙っていたような感じがありました。で、スタートしたすぐに、こう、川内選手がバーって出たので、まあ、狙っていたんじゃないかなと思います。で、あれは雨だったからどうこうっていうよりかは、まあ、晴れていた天候だったとしても、川内選手は最初から行くっていうようにね、決めていたんじゃないかなというか、それぐらい、まあ、今回の MGC にかけてたし、まあ、結果を見ると無謀なチャレンジじゃなかったというところなので、相当ね、まあ、体も仕上がっていたんじゃないかなと思います。ただ僕ね、すごいな、良かったなと思うのは、川内選手が2分50秒でバーって行きましたけども、後続の集団が射程圏内に入れたこと、これがね、僕素晴らしいと思いますよ。まあ、最初の5キロも14分台で走っているんですよ。で、僕の予想ではスローペースにならないっていう、こう予想をし
しました。まあ3分から遅くても3分5秒ぐらいで、まあ進んでいくんじゃないかな。そっちの方が、まあ集団としても走りやすいですし、まあ力のある選手が多いので、まあ3分10秒とかのスローペースで走るよりも、まあ淡々と気持ちよく走るんじゃないかと予想しましたけども、川原選手があんだけ行って、後ろの集団も3分を切るようなペースで行けて、まあ川原選手とのいい感じの射程圏内を守れたっていうのが、見てる側も楽しかったですし、最終的に川原選手を追っかけられたっていうところにもね、まあ繋がると思います。あれが最初、例えば15分10秒とか15分20秒で行ってしまうと、川原選手に追いつかなかった可能性もあるわけですね。まあそれはそれでね、面白かったかもしれないんですけども、まあ後ろの集団が川内選手のことをある程度見える位置に置いといたっていうところが、まあ大きいポイントかなと思います。まあ前回の MGC は設楽選手はもう完全に生かしちゃったじゃないですか。だけど今回川内選手も同じような感じになると思いきや、まあ射程圏内で、ただなかなかね、つまらなかったっていうところで後ろの選手も歯がゆい思いしましたけども、まあこう第2のね、まあ貢献者で言うと、第2集団をうまくね、リードしていた選手、僕もね、映像全部見えてないので誰が言ったかわかんないんですけども、なんだろう、小山選手とか山下選手かな、山下選手後半ね、途中だから苦しくなってしまいますけど、山下選手も第2集団をうまく引っ張って川内選手との距離をね、ある程度こううまくキープしてた。まあここら辺のね、選手の活躍がね、大きかったんじゃないかなと思います。それが最終的にいいタイムね、まあ繋がったと思うので、これがね、素晴らしかったかなというふうに思います。で、途中ですね、30キロぐらいから、まあ、いよいよやばいと、川内選手がなかなか落ちてこないし、川内選手って後半に強いということがみんな分かっているので、あ、このまま取り行かれちゃうっていうことで、もう大迫選手がもう自分から動きましたね。まあ、ここで相当エネルギーを使った可能性はね、あると思います。大迫選手って自分からこう仕掛けていくっていうタイプよりかは、もう溜めて溜めて最後ドカンっていう感じなので、まあ、自分からスピードを上げていく、追っかけていくっていうと、まあ、相当エネルギーを使ってしまうので、まあ、ここで力つけて、それでも誰も行かないんで、もう行くしかないということで、まあ大阪選手が仕掛けた。で、この大阪選手も仕掛けたところもタイミングとしては本当ギリギリですよね。あと2キロとか3キロ遅かったら追いつかない可能性を考えると、本当絶妙でね、まあ勝負感がある選手だなってことをね、まあ感じました。で、35キロぐらいで追いついて、まあ川内選手ここまでかと思ったら、川内選手もそこから粘るんですよね。40キロぐらいまでで、結果4位ですよ。で、大阪選手まであと一歩ってところで、まあ持っていったというところが全体を見ててね、まあ楽しかったという感じです。まあ結果としてはね、小山選手が1番、赤瀬選手が2番で、大阪選手3番に入ってたんところなんですけども、まあ大阪選手がね、また3位かと。同じような秒差なんじゃないかな。前回の MGC も多分4秒か5秒ですよね。で、今回も5秒差ということで、まあ3位になりました。で、気になるのは、このじゃあ、残されたあと1枠。これで、小山選手と赤崎選手が、パリオリンピックマラソン日本代表内定となりましたけど、もう1枠あるわけですよ。で、もう1枠どうやって決めるかっていうと、この後開催される MGC ファイナルチャレンジかなっていう名前だと思うんですが、指定された大会で指定されたタイムを突破できた選手が3人目の代表内定ってことが決まります。で、男子で言うと年内だと福岡国際マラソンで、年明けだと大阪マラソンと東京マラソン、この指定の3つの大会で2時間50分50秒という記録を達成できた選手が代表3人目に選ばれるということになります。で、もしこの指定された大会でそのタイムを突破することができなかった場合、今回の MGC で3位に入った大迫傑選手がパリオリンピック代表内定ということで、前回の MGC となんかほぼ同じような感じの環境になりました。で、前回の MGC は大迫選手が3位に入って、その後東京マラソンで指定の大会、指定のタイムを突破して自力で獲得したということなんですが、今回大迫選手が自力で取りに行くのか、3位のまんまステイするのか、これがね、またね、見どころかなというふうに思います。で、僕の予想で言うと、この2時間5分50秒かいうタイムなんですけども、突破できる可能性ある選手が、まあ数名いるなっていうところを感じます。で、例えば記録で言うと、今回途中棄権しまった鈴木健吾選手。まあ、股関節のね、調子が良くないってことで、今回10キロぐらいで、棄権しましたけども、言うても、まだ3月か、まで半年ぐらいあるわけですね。半年あれば、1ヶ月間治療に専念して、もう一度一からトレーニングしていけば、ポテンシャルも考えると、まあ可能性ある。自己ベストよりも1分遅いわけですかね。相当のアドバンテージがあるので、まあ可能性があるのと、あとは今回ね、
山下選手ですね。まあ、前回の大会からね、まあ、世界大会から期間がなかなかなかったっていうことで、調整がうまくいかなかったってことで言ってますけども、まあ、ポテンシャルとしてあるわけですから、もう一回ね、半年間鍛えれば可能性がある。そうなってくると、大迫傑選手、前回同様、か3位でステイするっていうことはないので、どっかでチャレンジする可能性がね、あるかなと思います。おそらく、もう一回東京マラソンで同じような感じで、まあ、狙ってくるのかなということがちょっと予想されるんで、これからの動向も、ちょっとね、楽しみかなと思います。で、今回ね、まあ、怪我の影響等で、チャレンジ、MGC に出場できなかったランナーも、まあ、福岡、大阪、東京とまだ指定の大会があるので、ここで一発ね、自己ベストを狙って、2時間5分50秒ね、狙ってくるっていう可能性もあるので、まだね、ちょっとね、気が抜けないかなというところになります。まあ、大阪傑選手はね、ここで仕留められなかったという部分もね、あるんですけども、ちょっとね、今後のね、動向もね、気にして見ていきたいなと思います。で、最後にちょっと女子の話をしていきたいなと思うんですが、女子もね、盛り上がってました。鈴木選手、一山選手が獲得しました。まあ、鈴木健吾選手がね、途中棄権でね、残念な結果でしたけれども、その思いをね、振り払うかのように内山選手がね、こう入りました。で、女子に限って言うと、この3位争いがほんと熾烈で、女子のタイムで言うと、2時間21分40秒ぐらいかな。これが指定のタイムで、指定の大会が、年明けの大阪国際女子マラソンと名古屋メンズマラソンか、まあ2発しかなくて、ここでこのタイムを突破すればいいということなんですけれども、誰がどうなんだっていうと、まあ本命で言うと松田瑞生選手がここのタイムを狙ってくるんじゃないかと、こう言われてますけども、僕気になったのが、新谷仁美選手が出る可能性あるんじゃないかなってちょっと思ったんです。で、もともと MGC には興味ないと、まあパリオリンピックに興味ないっていう表現していたのかな、なんとも言えないんですけども、まあ日本記録を狙うっていう、ことでそっちの方にフォーカスして MGC は辞退したわけなんですが、まあ日本記録チャレンジをして、まあ達成できずに、ただ終わった後少し休んで日本記録チャレンジもう一回目指しますっていうことを言っていたので、まあその大会、その延長戦っていうか、その途中の段階で大阪国際女子マラソンとウメンズマラソンどちらかに出ることってありますよね。ここで日本記録を狙ってるかは、その次の年の日本記録を狙うための、まあ練習の一環って言っちゃあれかもしれないですけども、まあ出て2時間20分ぐらいでパーンと走っちゃうって可能性がある。そうすると持ちタイムからすると、ポテンシャルからすると日本記録を狙っていたランナーで、調子からすると2時間18分ぐらい狙えるって言われてたので、2時間21分40秒ってなんか僕は余裕で達成できそうな感じがするんです。なのでわかんないですけど、もしかしたらここを狙っていたんじゃないかなと。で、実際いろんな記事を見ると、まあパリオリンピックは興味ないので出ませんってことを言っているので、まあこのままね、指定されたレースに出ない可能性の方が高いと思いますが、なんか僕の中でストーリーとして MGC には出ない、まあその勝負レースには出ないけども、もういきなり最初から3位狙いの MGC ファイナルチャレンジ狙いの、まあ指定の大会で、パンと記録を出て、かっさらうって、パリオリンピックで、まあ、狙うっていうストーリーも、新谷選手ならあるし、ちょっとかっこいいなっていうところね、まあ、僕はね、思っているので、まあ、ここで狙い出したらね、ちょっと楽しいなというふうにあります。ただね、本人はね、パリオリンピックちょっと狙いたいってこと言ってるんで、可能性低いかもしれませんけども、まあ、何があるかわかりません。まだ半年ぐらいありますからね、まあ、これの動向もね、追っかけて見ていきたいなというふうに思います。いやー、これからね、ちょっといろんなシーズン、駅伝シーズンも始まります。マラソンシーズンも始まりますので、まあ、楽しみだなというふうに思う。あ、でね、そうだ、僕、最後思ったのが、話ちょっと投げになっちゃうんですけども、山下選手が、前回レース、世界大会から1ヶ月半ぐらいなのかな。なんで1ヶ月半あれば、調整整えられると思います、みたいなことを言っていて、出場して、だけど終わった後は、なかなか調整難しかったですってことを言っていたんですよね。で、旗から見ると確かにそうだなと思ったんですが、そう考えると、市民ランナーの調整力って僕、えぐいなと思っていて、なんか同じレベル、僕たち市民ランナーと実業団のトップ選手を、同じ土俵で考えるのは間違いなのかもしれないんですが、ただマラソン大会本気で出るっていう感じで言う、環境で言うとほぼ同じだなっていうと、僕たち市民なんだってこう毎週出たりしません？マラソン大会で長くても、あ、2週間あればいけるみたいな。そして自己ベスト出してもう一回自己ベストパターンの市民ランナーも結構いるって考えると、あ、市民ランナーって本当タフだなっていう風にちょっとふと思いました。山下選手の発言を見てね、ふとね思ったところです。はい、以上ですね。これもですね、なんかね、以上の情報があればね、お届けしていきたいと思います。